ベッドに寝たきりの患者さんとかを対象にした異常のケア指数ということになります。従来ですと2人の作業でだったりとかで腰の負担とかがあって大変だった作業だったっていうと思ってですね、まあ1人の看護師さんのサポートで異常をさせてあげるってことができることになります、はい、で特徴としましては、まあ、特にトイレ連れてってですね、トイレで保持してあげれるっていうのが大きな特徴でして、あのズボン脱がせたりっていうのも本当は1人抱えてですね、もう1人の方がズボン脱がせたりっていうのを従来作業してましたけども、このロボットを使いますとロボットが支えていますので、まあ、1人でズボン脱がせたりっていうのができたりっていうのが大きいところだったりとか、またトイレの中でもですね、支えてないとあの患者さんトイレできなくて、まあ、精神的な負担っていうのが大きかったこともあるんですけども、このロボットを使いますとあのトイレも1人でできたりしてっていうところで、はい、嬉しさがあるというところで今開発を進めているところです。こちら自走式なんですか？自分で走る、走ることは可能なんですけども、勝手に走るわけではなくて、患者あの介護士さんのサポートによってこのハンドルに握ってこう押したり引いたり、こちらもハンドルありまして、これで押したり引いたりっていうので動いたりですね、あとこういったボタンでですね、真横に移動したりちょっと旋回したりって、トイレの合わせるとかベッドに合わせるっていう、まあ、細かい作業っていうのもこのボタンを押すことによっていろんな動きができまして調整しやすいっていうことになってます。そもそもトヨタさんがこういう介護 の、はい、あのパートナーロボットを作るようになったきっかけというか理由みたいな、まさにあそこの全ての方に移動する自由をっていうところをコンセプトにしていてですね、まあ、その車技術で使った技術っていうものをですね、もっと車だけじゃなくて、まあ、全てのお客さんに移動していただきたいっていう思いが始まってまして、あのトイレに移動するだったり、こちらですと、まあ、片麻痺で歩けなくなった患者さんを歩けるようにというところをコンセプトに開発をしています。開発にあたってはやはり医療関係者の方々といろいろお話意見交換されたんですか？大きくは藤田健生大学の斉藤先生という方に協力いただいてまして、あの以降連携という形で、あの協力いただいています。それ以外にも今あの藤田関係で七栗サナトリウムという三重県にあるあの施設さんでしたり、ブリックスリビングさんとか、はい、そういった施設の方々の協力のもと、実証実験を行っている段階になります。あ、じゃあ実際の医療機関でもあの実証実験として使われているんですか？そうですね、今あの実証実験さまざまな施設でやらせていただいて、あの検証をしている段階になります。あのこのこれらのパートナーロボットは今回あの一般の方々が見られるようになったのは初めてだと思います。実際はですね、去年11月に、まあ、発表されましたよね。12月にロボット展では一応このところは出しているんですけども、まあ、実際に複式展でというところに来ますと初めて。トヨタさんとして何か実用化あるいは市販するみたいなものの目標みたいなものは、あの実用化に向けてはあの進めているんですけども、何年にっていったあの具体的な数字はまだお出しできないということです。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。まずはこのミオタウルスの展示車両を簡単にご紹介いたします。仕組みというか動きなんですが、はい、だいたいこれが上に持ち上がったり、そうですね、大きく、まあ、モーター全部で8個ついてるんですけども、一軸はこう全体が上がるっていうので、はい、あのお尻が上がってですね、ズボン脱がせやすかったりとか、そういったのが一軸あります、はい、で持ち上げのところにつきましてはこれが大きく一軸上がって、はい、この患者さん上げるっていうところ、ここも一軸ついてまして、はい、まあ、猫背の方だったりとか、そういった方、こう、ここが上がることによって、まあ、皆さん持ち上がりやすくなるっていう一軸がついてます。あと、ここがですね、はい、伸びたり縮んだりして、広が閉じることによって患者さんをサポート、支えるっていう、大きな4軸がアーム関係を構築されてまして、あと走る方で4つありまして、普通の両輪に車輪がついている、あとこの真横移動とかするためにステア切ってまして、それで2つついていて、全部8個のモーターで構成されております。充電は普通の家庭用コンセントで今はやる。今はそうです。バッテリーを取り外して充電している。